こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。今日はお料理動画じゃないです。IH 周りの収納っていうのかな、収納とか全然得意な方じゃないんですけど、 IH 周りの収納かなを紹介できたらなと思います。よろしくお願いします。でまずうちが使ってるのはアイリスオーヤマの IH クッキングヒーターです。7月までガスを使ってたんですけど、ガス代がべらぼうに高くて IH に変えました。で使い心地はすごくいいかなと思います。はい、掃除もしやすいしいいなと思います。で IH のグイーンと下の方に行くと、ここの台があるんですけど、その台の下のデッドスペースのところに調味料とかいろいろ細々したものを収納してます。で一番右端のあれはなんだ、朝お弁当を作るときに油を引くやつです。セリアのやつです。でここ一つずつ出して、一つずつガバッと出してみようか。手持ちなので手ぶれがあってごめんなさい。下を出したらこんな感じです。このスペースがもったいなかったので、この100均ダイソーの入れ物に、この中はこの中のこれ瓶なの、何これ、調味料ケースは2通りで4つで166円ぐらいだったかな、それを入れてます。ここが入りごま、黒入りごまで、ここが白のすりごまです。でお隣がこれ、塩昆布で、あの私の大好きなペペロンチーノによく使う鷹の爪の輪切りで、ここが鷹の爪の、あの輪切りじゃないやつ、一本ままのやつです。でそのお隣、緊張しますねこういうのって、緊張するね。これ乾燥わかめです。乾燥わかめで、あのお味噌汁とかめんどくさい時に使うスープ用の乾燥野菜です。でその後ろはまだ何も入ってないフリースペースになります。でお隣はこれ、アイリスオーヤマの取っ手が取れるフライパンなの、取っ手の部分と、あとは鉄板の時に使うこうガシャって挟んで取るやつ、やけどしないように、それが入ってます。よいしょ、すごい緊張するねこういうのって。で一番右、これは私ストーブのお鍋が好きなので、ストーブの鍋の蓋をつかむとき熱いから、これをパコーンとかぶして使ったり、あとこう取っ手も熱いので取っ手にかぶして使ったりします。でこれは私すごい裁縫苦手なので、インスタのお友達に作ってもらいました。すごい可愛い、このモノトーンとかね、もうすごい可愛い、あのなんだ、ハンドメイドのクオリティじゃないなって思うぐらい可愛いなと思います。大事に使ってます。で IH 下はこんな感じのものが入ってます。で、そのストーブのお鍋結構重たくて場所を取るので、うちは積み上げて収納してます。ほんと収納上手じゃないです、ほんとこんな感じで積み重ねて収納してます。あの鍋同士が当たって傷つかないようにこういう感じ引きで取ったらこうか。でこの間に挟んでるのはニトリの食器棚に引く滑り止めがついたシートっていうのかな、それです。でそこの右端はタワーの
鍋ふた置き、お玉とかお箸も置けるやつです。でその奥にもまたストーブとかスキレットが入ってます。こんな感じで積み重ね収納をしてます。で基本あの IH 周りにはあんまり物を置きたくないんですけど、掃除がめんどくさいからね、ズボラなんで。一応ここあの間があるので、ここに楽天で買ったなんだ隙間ラック、コンロ隙間ラックを置いてます。でここにフェイクを置いてるのは隙間ができたから隙間隠しに置いてます。緑が一つあるだけでちょっと雰囲気が違うのかなと思ってみたり、ごめんなさい、なんか手ぶれがすごい震えてる。ビヨヨーンって上に行ったら、こちらは2通りのマグネットタイプの鍋敷きです。普段もここにお玉とか全然かけないんですよ。ここら辺にお玉かけるとなんか散らかって見えるからかけないので、もうここにポンポンと鍋敷きをかけて、まあ、とりあえずこんな引いてみたらインテリアっぽく見えるからいいのかなっていう感じです。でここのレンジフードに引っ掛けてるのがよく使う和風顆粒だし、コンソメ、鶏ガラだしです。でこの引っ掛けてるこの白いやつはタワーのやつです。楽天で購入しました。でビヨヨヨヨーンと右に行って、右じゃないな、左か、左に行って、この調味料ボトルもニトリです。でこの調味料ラックもニトリです。ニトリ好きです、はい。で下がっていって、お砂糖なんかもニトリ、はい。ここもオイルとかオイル系が置いてあります。でダッシュパックで、お玉とかがどうしてもなんか目につくところにベーって置いてあるとポーンって広がってこう散らかって見えるので、お玉とかはこの食洗とこのラックの間にこうこんな感じで直してあります。で、あとはあのほらよくみんながシュッシュするパストリーゼと、なんでそこに三脚があるのって感じだけど、あのもうどこそこ取りに行くのがめんどくさいので、三脚はこの奥に直してあります。でちょっと上に行くと、ここがまな板で、その上も三脚、こういう感じで、ここに何これなんて言うんだっけ、ミトン、あのミトン熱いやつ掴むやつ、ここはガスの元栓があるんですよ。もともとガスだったので、それをどうにか隠したくて、うん、なんとなく自分で作ったらすごいブサイクな出来栄えになりました。こんな感じです。でこれからできるかわかんないけど、料理だけじゃなくてこういうのも紹介していけたらいいかなと思います。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。